さあ前回新たなトラベライトをもらって一気にね行ける場所が増えたんですが、今回はね進化の秘宝完成待ちということで、とりあえずよくわかんないけど行ってこいということで、新しいとこ2つ巡るのかな。じゃあ1個ずつ行くか。それは1個ずつしか行けねえんだけどさ。さあ新しい魔界に着きましたと。さあ何魔界ですかね今回はね。まあとりあえずなんとなく順番っぽいところに来たわけですが、お寒そう。絶好砦の魔界初級。魔界なの？魔界魔族って鉄とか使うの？よく。だいぶ文明的だね。なんか物寂しい雰囲気ですね。陰気で嫌な感じだぜ。支配者倒してとっとと帰るぞ。支配者やっぱ倒すもんなの？まあ、魔界支配してるやつくらいだから、まあ、好戦的なやつなのかな。敵出ないね。あ、敵いないね。こっちじゃないか。あ、いたいた、メーターピー。メーターピー、お前こないだ作ったばっかじゃん。出てくんなよ。作ったばっかなんだから。じゃ、メタル系はここだな。うおー。なんだこいつら。大砲乗って歩いてる。あ、メタピーと大砲乗ってるやつと。今、冬なんだね。まあ、冬の理由は簡単なんだけど、お、泥皿。前回終わってから、季節ごとに変えて、敵を、なんだろう、捕まえてたからなんですけどね。さあ、今回の目的地はここか。イエティの村、クロワ。お、なんかイエティがいっぱい集まってる。あれはなんだ。村の者たちよ、近いうちに再びヘルバトラー軍が食料を奪いに来る。このままでは我々の食うものがなくなる。じゃが抵抗する手段はもはや、旅人とは珍しい。お主名前は？ピサロと言います。わしは村長のホルガス。こんな寂れた村に何の用じゃ。何の用かな。とりあえず支配者ぶっ倒しに来たってことでいいのかな。私たちこのエリアの支配者を探してて。この巡り合わせは神のご加護なのか。ここの支配者はヘルバトラー軍隊長のパーシバルという魔物じゃ。へえ、ヘルバトラーじゃないんだ。奴らは多くの村から食料を奪い、抵抗する者たちを殺したのだ。魔物の世界にもそういうのあるんだね。父ちゃん、母ちゃん。このままではこの村も皆殺しにされる。そうなる前に手を打たねば。もしも支配者を倒すのが目的ならば、どうかわしらと共に戦ってくれぬか。もはやなんで支配者を倒しに行ってるかわかんないけど、まあ支配者を倒すとこのエリアでのスカウトのなんだ、まあ名を轟かせることができるからだよね。そうだね、そういうことだよね。ただもう名はこいつらの名前は親父に伝わっちゃってるからいいと思うんだけどな、やんなくて。大監視塔が奴の拠点じゃ。わしらもすぐに向かう。大監視塔の最上階で合流しよう。うん、話が早い。みんなのもの聞いたな。今こそ決起の時じゃ。
じゃあもうあとは行ってぶん殴ればいいのかな。まあ部屋の中ちょっと家の中もね見て回るけど、お前の部屋壺ねえじゃん。なんか壺の一つもないしけた村だな。あ、出口あるけどこっちではないのか。あれ、どっちから入ってきた俺。あ、あっちから入ってきたかな。でこっちに抜けていけばいいのかな。じゃあ塔を探すか。あっちの方ね。あ、ピエールいるじゃん。スライムナイトいいんじゃん。うわー、あ、仲間にして。ひょっとして着いた？やべえ、守り神がいる。門番いる、門番いる。すっ、ダメか。まああれですね、キメラが仲間に入りましたね。主力です。スタメンはこいつらです。あーとか、うん、ごめん。やべえ、ポイズンゾンビちょっとね、もったいないから技使わないで、こっちが指示するまで。ちょっと作戦変えとこうかな。まあ今こういうメンバーになってるんですよ。まあ、前回からありましたね、ビッグアイガクトパンサーで、新たにキメラがインしてポイズンゾンビで、まあこいつですよね、岩飛び悪魔。ダンク D がね、2匹目ようやくできましたね。でキメラが強いのは、水ゲーを極めたら自動 MP 回復っていうのがついて、これでね、氷の息とかね、ザバラとかね、使った MP ほぼ全回復できるんですよ。強い。でポイズンゾンビもこのあれスキルのデビルスマイルで出てくる、あの破壊の瞳とかサンドブレスがめちゃめちゃ強いんですけど、異常なまでに MP を消費するので、作戦、お前は勝手に MP を使うな。特技使うな。頼む。はい、じゃあ入るよ。あれ開かないのここ。あれ、もうすげえ今行く気満々だったんだけど。あー、なんかこっちの方に入れそうなところあるな。はっ、無理かそういうことはできないか。ここだよね、行けそう行けそう。ちょっと登ってみるか。さらに上か。あ、入れた。なるほどね、真正面からはいけないっていうことかい。お、お、さまよう鎧じゃん。どうもどうも。懐かしい音楽。あ、宝箱ある。小さなメダル交換所、そろそろ欲しいな。おー、これは新しく仲間になりそうなモンスターがいっぱいいるね。ベビーマジシャン、こいつはまあまあまあもういいです。階段長いな、まだつかないのか。よし、これで2階に到達。こっちか。あれ、なんか動かしたりすんのかな。これ動かすんじゃないかな。いや別に関係ないか。くそ、何にもねえじゃねえか。2階に来たのはいいけど、こっちじゃない。
あ、こっち降りればいいのか。あ、今3階にいたのか。じゃあこれ3階にいたい、2階を行ったり来たりして動くってことか。うわめだる上下移動はね、意外とねゆっくりだからね、もうちょっと素早く移動してくんないかな。あの FF7 のクラウドみたいにさ、なんかわけわかん、手やけどしそうな折り方してほしいな。こっちか。これまた3階まで行くのか。3階。あ、いやもう到着じゃん。これがあるってことは、あさあ最上階に着いたけど、ちらすげえ監視モニターいっぱいある。侵入者か。お、4人か相手は。落ち着く。お、ダメだ。一番、あれ？我が名はパーシバル。パーシバル。お前たち、ここへ何をしに。お前、ピサロナイトちゃうんか。父ちゃんと母ちゃんは返せ！パーシバルよ。下道な支配を今すぐにやめるんじゃ。愚か者どもが。私に歯向かう者がどうなるか、その身に永久に刻みつけてやろう。戦わんのかい。え、手下どんはあ、そういうわけじゃないか。お主はパーシバルを討ち取ってくれ。この命、我が王のために。もう一人ならね。しかもあれか、もしかして L サイズじゃないかお前。じゃあビッグアイから、はい、刃砕き、格闘パンサー、兜割りで、キメラはまああれかな、守りの霧じゃないな、敵全体じゃないもんな。まあ攻撃していいかな。ポイズンゾンビは何しようかな。あ、砂煙とかいいんじゃね。うわ、いっぱいあるな。どれでもいいな。毒。あ、来た。魔法トーン。え、やばっ。毒にはならない。いや、ビッグ、じゃあ、ビッグアイさんはどうしようかな。魔法トーンかかってるのは、あの二人、ルカに入れられるかな。角パン、聖剣好き、キメラ、ベホイミ、ベホイミ。で、ポイズンゾンビはどうしようかな。魔法使えなくなっちゃったな。え、でも魔法は、これか、ベレノーマだけ。あとは、そうか、息とかだから違うのか。じゃあちょっと破壊の破壊の瞳でも使わせてもらおうか。聖剣好きは一番最後になる代わりに強い攻撃ができるって。ああよかった。わあでもやばいな。そう、破壊の瞳こんな強いんだよ。142だからね。あ、減った。あ、しまった。魔法トーンがね、ちょっとキメラに来ると危ないけど、まあ大丈夫でしょう。はい、ビッグアイは、どうしようかな。一応、刃砕きはもう入れなくていいかな。ちょっと毒入れたいな。どうしようかな。はい、聖剣好き。ベホイミ、ベホマラ欲しい。もうなんか、ほとんど使えなくなったから、毒抜き。
いやー弱い。毒入らないのか。この辺入らないのやっぱりな。いやー、じゃあ普通に攻撃しよう。もうカクパンやることなくなっちゃったじゃあベホイミをまあ回復していこうか。キメラもう一回毒。入れ、入らないか。毒じゃダメかな。攻撃攻撃、ポイズンゾンビ。ポイズンゾンビはもう一回だけやるまでもなかった残念。おお、経験値大量。この私が不覚を取るとは。あっという間に広まったな縄が。私らは安心して暮らせる。お主のおかげだ。いえいえ。ぜひともお礼をしたい。帰りに必ず村に立ち寄ってくれ。で、パージファルたちはどうする？そなたの名は。そうか。頼みがある。どうか私の話を聞いてくれ。はい。かつて私は故郷の村を焼かれた。お、誰に？その時死にかけていた私を助けてくれたのが他でもない我が王ヘルバトラー様だった。え、だいたい焼いたのヘルバトラーじゃないの？そしたらヘルバトラー様は私の命の恩人だ。たとえこの命を差し出しても報いきれぬほどの。だがどうか私の願いを聞いてほしい。そなたに我が王ヘルバトラー様を倒してほしいのだ。鉄鋼砦の魔界の中級エリアでまた会おう。中級エリアっていう名前はあのそうだね、なんかシステムっぽくてやだよねもうちょっとさ別の名前なかったの？お、登れる。で、今別に中級エリアに行けるわけじゃないから、まあ、とりあえずイエティ行こう。イエティの村行こう。ルーラで、村長、あ、村長こいつ、え、ドイツどれ、村長どれ、これか？一番奥にいるから。感謝するぞ。あ、そうだそうだ。幸せの種、レベルアップのやつか。そういえば村の子供がお主の住む村へ行くと言って出て行ったぞ。よろしく頼む。オーンという名のイエティじゃん。もしあったら仲良くしてやってくれ。戻ればいるのかな。ちょっとローダリーヒルに戻るか一回。幸せの種。レベルアップだね。いやー、今レベル上げたいやつ、まあいつ使うかな。今じゃないな。まあとりあえず一回ロザリーヒールに戻ろう。ルーラ。あ、ここも冬になるんだね。で、イエティがいるって話だけど、お、お前らもいるのかい。大丈夫かこの村。怖くないみんな。お疲れ様です。あ、イエティいた。おいら、オンオン。クロア村のイエティだよ。村を助けてくれてありがとう。おいら、あなたに憧れてここまで来ちゃったんだよ。この村にはほとんどいないけどな。
あの壺割ってない気がする。何もなかった。大丈夫かね、モンジー。大丈夫だね。村の人も気にしてないのかな。あ、春になった。うん、よかった、何一つ気にしてないようだわ。よし、それじゃあ行くか、仲間集め行くか。ピエール、まずお前からだ。